はい、今回ピアノをね移動されるにあたって、以前から調律にお伺いしていたときに、お客さんも私もまあ気になっていた、チューニングピンのサビですね、それもあったので、分解掃除磨きということで、工房の方に入れて、整備させていただきました。綺麗にねサビの方も取れましたね。で、まあ、ついでにといったらあれですけども、ハンマーの成形もしましたので、音色の方がねだいぶね良くなりましたね。ちょっとまあねまだ成形したてですので、静音はまだしてないので、現場に入れてからね、調整させて静音の方はさせてもらおうかなと思いますね。ちょっと硬い目の音になってると思いますね。ね、この辺は調律にお伺いした時に、お家の環境に合わせて、音色の方もね調整していきたいなと思いますね。はい、ヤマハのマークとか、ペダル周りもピカピカにしております。はい、外装もねピカピカになっておりますね。はい。